満月寺満月寺、浮見堂満月寺、浮見堂満月寺。浮見堂は、滋賀県を打つ資本片田、琵琶湖藩の臨在州大徳寺破壊門山満月寺に、ある、古城に突き出た、仏堂。大見八景、片田の落岸で名高い。片田の浮見堂の通称でも知られている。自伝によれば、原神が、比叡山横側から、琵琶湖を眺めると、毎夜 その巧妙の角タルを怪しみ、網でこれを救い取らせると、一寸八分の黄金の阿弥陀仏像であった。よって、魚類接供養のために阿弥陀仏像一体を作り、その体内にこれを収め、仙体の阿弥陀仏像をも法案し、浮見堂を創建したという。仙仏閣、仙体仏像と称し、主張制度とともに、古城通船の安全も発願した。 後輩した時もあったが、桜町天皇は、近中の能舞台を賜り、これを再興した。風景絶下の趣のある地で、古くより、一級和尚、蓮女商人が滞在したり、松尾芭蕉や小林一佐、歌川広重、葛飾北斎等も訪れ、多くの鹿、絵画を残している。先代の道は1934年に、室戸台風によって、東海、 現在の堂は1937年に再建された。室戸台風の直後に竜巻も近くで発生している。阿弥陀仏セ体を暗記して、千本仏と称し、平安時代の多数苦独左前進行を今日に伝えてもいる。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として、日本遺産に認定される。満月寺浮見道に歩く日。 ありがとうございます。